さんこんばんは、クレイジーバーテンダーのケンです。冒頭の動画はいかがでしたでしょうか。今回はこちらスモーキーで軽快な味わいに定評がありますシングルモルトアードモアレガシーを飲んでまいりました。こちらのアードモア蒸留所は創業100年以上の歴史があるものの、長らくブレンデッドウイスキー用の原酒の生産を中心にしており、シングルモルトとして市場に出されたのは2016年からになります。こちらの蒸留所ではアバディーンという土地で取られた大麦麦芽を使用しており、こちらの大麦は海岸地方のそれとは異なり、塩っぽさなどはなく、シンプルにスモーク感が楽しめることに定評があります。実際にハイボールを飲んでみても甘さや塩っぽさなどはほとんど感じず、シンプルにスモーク感が際立っている味わいに仕上がっております。こちらね、本当にスモーク感も程よい程度ですので、食中酒として飲んでみても食事の邪魔をしない一杯かなと思います。こちらのウイスキー、嬉しいことにお値段も3000円前後で購入できるため、気軽にシングルモルトでスモーキーなウイスキーを楽しみたい時には重宝する一本かなと思います。またですね、こちらのアードモア蒸留所の原酒は日本でも人気の銘柄ティーチャーズのキーモルトとして使用されていることでも知られております。ティーチャーズも僕の動画で一度レビューしておりますが、ライトな飲み口でシンプルにスモーク感が楽しめる味わいはアードモアの原酒によるところが大きいのかなと思います。さあ、というわけで最後にこちらのアードモアをストレートで飲んでみて、香り、そして味わいの方を細かく見ていきたいかと思います。それではお待たせいたしました。まずはこちらアードモアレガシーをストレートでご用意しております。それでは早速色合いの方から見てまいりましょう。はい、こちらご覧の通り黄色みがかった綺麗な琥珀色をしております。アルコール度数は40度とそこまで高くはないんですが、結構ねしっかりと粘性を感じられる液体といった印象です。はい、それでは続きましてこちら香りの方を見ていきたいかと思います。こちら香りはですね、バーボンタル熟成の影響もあってか、バニラ香がしっかり効いているのと、シリアルのような香ばしさも感じられます。あとわずかにですね、オレンジを思わせるような柑橘感が感じられるのと、シナモンのようなスパイス感も出てきているかなと思います。こちら先ほどねハイボールで飲んだ際はスモーク感が際立っていたんですが、香りだけで見てみるとそこまで力強いスモーキーフレーバーは感じられないかなと思います。全体的に見るとバニラ香や香ばしさ、そして柑橘感やスパイス感とスモーキー感がそれぞれバランスよく調和しているような印象ですね。はい、それではお待たせいたしました。早速こちら味わいの方を見ていきたいかと思います。いただきます。はい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 、ここでしっかりスモーキー感が感じられましたね。こちら安定の美味でございます。こちら実際に飲んでみると香りを嗅いだ時以上にしっかりスモーキー感が感じられる仕上がりですね。こちら味わいとしましては、まず舌にのせると蜂蜜のような優しい甘さが口全体に広がります。そしてすぐに追いかけるようにシナモン風味のスパイス感が顔を出してきます。そして喉を通すにつれてウエハースのような香ばしさが出てきまして、最後に余韻で心地よいスモーキー感が長く続きます。こちら味わいのキーワードとなるのは蜂蜜のような甘さ、シナモン風味のスパイス感、そしてウエハースのような香ばしさと余韻で感じられるスモーキー感かなと思います。あともう一つこちら特徴的なのは舌触りになりまして、結構粘性が感じられる液体ということもあって、舌触り結構オイリーな印象になっているかなと思います。こちら実際に飲んでみると余韻で感じられるスモーキー感が目立つ印象がありますが、味わいの要素はそれぞれ同じぐらいの主張で香り同様バランスよく共存しているような印象ですね。うわ
やー本当にこういったウイスキーはですね、ストレートで飲むなら、燻製系のおつまみなどと相性抜群かなと思います。こちらの味わいはアイランズ系のウイスキーとは違って、塩っぽさがほとんどないため、シンプルにね、スモーキー感にフォーカスできる味わいかなと思います。はい、それではお疲れ様でした。本日はこちらアードモアのレガシーを飲んでいったんですが、いかがでしたでしょうか。こちらのボトルはハイランド地方のウイスキーとしては珍しく、スモーキー感を存分に楽しめる一本になっており、アイラ系のウイスキーとは異なって穏やかな仕上がりですので、スモーキー系のウイスキーにチャレンジしてみたい方にはおすすめできる一本かなと思います。それこそ普段ティーチャーズを飲まれている方はぜひ一度試していただきたい一本ですし、アードモアは他のラインナップとしてポートウッドフィニッシュやトラディショナルピッテッドなどのボトルもリリースされておりますので、気になる方はそちらの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画は以上になります。こちらの動画気に入ってくださいました方は高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。